んにちは、今回は初心者でも弾ける名残雪ということで名残雪を弾いてみました。この曲は譜面があるわけじゃなくて、僕がアレンジして弾いてる曲なので、まずどんな曲かをご覧いただいて、後半で、ちょっと難しいポイント何箇所かあるので、それをゆっくり弾きながら説明させていただきたいと思っています。で、初心者でも弾ける名残雪ということなんですけども、例えば昨日ギター買ってきて今日から弾けますかっていうと、それほど簡単なものではありません。そうですね、例えば指1本で、6弦から1弦までパッと押さえていただいて、全ての弦が綺麗な音が出せるくらいの技術があればおそらく弾けると思います。そのような方におすすめの名残雪です。それではご覧ください。こんな感じです。それでは、画面を少し大きくしてゆっくり弾いてみますね。ゆっくり弾いてみます。まずイントロからです。 C ですね。ドミソドドミソドですね。Dマイナー、ラレファ、ファミレ、ファミレ、ドシ、Gですね。G7。イントロはこうなります。それではメロディーですね。メロディーの血を待つ君の横でまでですね。こうなります。ここの和音のところは3弦の5フレットのド、4弦の5フレットのソ、この和音を繰り返し弾くだけです。こうなります。そしたら、次はラララララーっていうとこですね。F になります。
こうなります。次ですね、こうなります。でこれで、前半のフレーズが1回終わったので、同じフレーズが2回続きます。でここまでも同じですね。ここだけサビに移るわけですね。それではここからサビに入ります。サビはちょっと難しいので画面に音を一緒に書いておきますので、その音と、指の動きと雰囲気をつかんで練習してみてください。ゆっくり弾くのはねちょっと難しいんですが、もう一度弾きますね。ここのラとドこれをここに引っ張ってくるのがちょっと難しいかな。あとは さほど難しいことはないです。ここですね。ここがちょっとまず第1番目のポイントになります。次のこれから弾くところが多分一番難しいんじゃないかと思うんですが、ここですね。この Em のまま、ここが一番難しいと思います。 C、A、ソのシャープ、ミ、そのまま、こうなります。そうしましたら一番難しいところから最後までちょっと弾いてみますね。こうなります。こんな感じです。それで、最後のハーモニクスですが、12フレット
になるんですが、まあ、ハーモニクスはあの軽く12フレットに指を触れて4弦、3弦、2弦の順で弾いていただければ、ってなるんですが、この最後のレーをちょっと技術のある人であれば、ここから12フレット目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、この辺かな、この辺に指を添えてこれ弾くと、ここもハーモニクスになるんですね。なのでっていうこともできます。それぞれの技術に合わせていろいろアルペジオを変えてみたり、ちょっと音を変えてみたりして楽しんでみてください。それではまた、ありがとうございました。